はい、12月19日朝7時ジャストの相場解説になります。今年もあと10日ですね。あと20万円ぐらい稼いでいきたいですね。まあ20万円ちょっと無理かな10万円ぐらい稼いでいきたいですね。はい、10万円、あと今年中にあと10万円ですね。 FX で稼いでいきましょう。それではこちらの画面をね見ていくときに、さあどうでしょうか。これがねデイリーですね。デイリーの見方はいつも大体一緒です。こういう風にズバーッと落ちてきたのが、ここで2点底からこういう風にね、上昇してきて、懐かしいですね。W は右辺が強くなったけども、そんなに上がらずに、こっから右肩上がりの方向に帰ってくるなと思ったら、ここが、まあ、レンジに見え出した。そして、私はこれがフラッグになってるんではないかなという風に分析していることなんですけども、そうなるとですね、この上昇ってのはそろそろ収まって、下に向かうんではないかなっていうところでございました。この、ちょっと待ってくださいね。保存しないで、ここの一角をね、クローズアップしたのがこれです。デイリーの一部ですよね。フラッグがどういうふうにできてるかってことなんですけども、こことね、まあちょっと、乱れますけども、ここを結んで、こういうふうな形で、フラッグね。フラッグっていうのも正確に、こう、綺麗に出たらいいんですけども、こういうふうに崩れた形で出ますんで、解釈していかないといけないですよね。まあ、おおむねフラッグと言っていいんじゃないですかね、こういうふうに。ちょっとこれはみ出してますけども。で、これをね、フラッグと感じるのか、それともフラッグじゃないよって感じるのかでもだいぶ大きな差が出てきますけども、まあ何回も何回も繰り返していくと、これもフラッグの落ちだろうというふうに判断できると私は考えています。ですので次はこういうふうに下がっていくんではないかなと思うわけですよね。では4時間の方を見てみますよ。4時間はこれか。4時間の方を見てみると、これも何回も同じことをやりますけども、大きな三角形とこれね、小さな三角形とまた大きな三角形と小さな三角形がこういうふうに出ていって、また大きな三角形が来るかなと思ったら来なかったということですね。ここでぐにゅぐに停滞しているということでございます。で、フラッグってのはこういう風な形で推移していくのかなと思ったんですけど、いまいちね、ここがそのフラッグの形を壊してきたかなという風に思っております。じゃあ次ですね、その4時間の壊れたところをちょっとクローズアップしてみると、この大きな三角形の最初のね一辺ができたのはいいんですけども、それから大きくドワーンと下がるかと思ったら下がらずに、この辺でですね、じわ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 上がってきて、なんかこうドーンと上がって、そっからじわ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 と下がっていったということでございます。もちろん売りでエントリーで入ってますんで、ここに関しては、そんなにドーンと儲からなかったんですけども、若干のプラスが出ていると。そして、昨日からね今朝にかけてこういうふうにまた上がってきたってところで、ここを天井にした、これがね、レンジオプションを見てもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。こういうふうな形。もしくはこういうふうに閉じていってる形。閉じていってる形っていうふうに見て、収束してブレイク。ブレイク、いずれかに。っていうのも一つの見方です。で、次はどこかな？これか。1時間足を見てみましょう。これは1時間足じゃなくて、4時間の一定の分野、レンジの部分をクローズアップしたところですね。だからここがまあなんせね、天井角だと思うんですよ。だからね、金額にして109円の680あたりが天井で、で、下の方がですね、こういう風になっていると見るかな、まずは。だから、この天井に近づいたら売りで仕掛けていく、下の方に近づいたらあんまり手を出さないでおくっていう感じで、行こうかなと思いますね。次は、どれだ？もうないかな、時間軸。はい、では1時間を見てみると、こういう風な感じになってますよね。じゃあ、こっからね、何がいけるかっていうと、チャートバーが一本一本、ロウソク足がちっちゃいですよね。ちっちゃいのが続いた間ってのは、大きな利益取りにくいんですよ。ただ、これもちっちゃいロウソク足が続いた後は、大きなロウソク足に変わってきますんで、そこをですね、その曲がり花をエントリーで、しっかりとね、儲けていきたいなと思ってます。で、結論、この小刻みの間は手を出さないといういつものパターンでございます。様子を見ていきましょう。それでは本日は以上です。